近況投稿したいと思いますが、はい、なんだかそらちゃん、うん、体操を始めたそうじゃない。あ、そうなんです。うん、あの柔軟体操をですね。始、うん、めました。1ヶ月前か 2>,、うん、2ヶ月前か。なんかその辺からうん、うん、あの今までも体がやわ柔らかくなりたくて。うん その気分が向いた時とかにやったりはしてたんですけどあまりにも変わらないので真面目に始めることにしたんです真面目にちゃんとスマホでホームページを見ながら順序に従ってやり方とかもしっかりあじゃあ結構時間かかるね30分ぐらいかけてやるってことはでもその中であんまりそうやって決めすぎるとすぐやめちゃうんですよだから好きなとこまでやってます好きなとこまでう いや今んとこ出てないですね。なんかそのやってる最中は例えば10分間でもずっと同じこう部位っていうんですか、うんうん、同じ部位。<laughs> それお肉の話じゃなくて。<laughs> 同じ例えば前屈なら前屈みたいな感じでずっとやり続けてるとその時間中はどんどん柔らかくなっていくんです。そうだよね。はい。あれそう,いうものだったんですか。<laughs> あれそういうもんじゃ。ん。私もね、はい、寝る前ストレッチやってるけど<あ>。はい。 うん、あでも日に日にやっぱり,りやった分だけはちゃんといくなあその1日目で例えばこういつもよりえっと何回もやっ繰り返していつもより5センチ伸びたとするじゃないですかうん、うん、そしたらその次の日は5センチ伸びたところから始ままってますあーでも一回ほぐさないとそこまでいかないかもあ,かあじゃあもうその繰り返しでちょっとずつちょっとずつなんですね。かな。 あ、どうだろう。前屈して。はい、手のひらまではつくな。手のひら。うん、ひらって、手の。この。<ら>なんていうんですか。親指の下の手羽先の骨の。手羽先。そっから、お肉のこと話してない。なそ <laughs> こ,こ手羽先じゃないですか、ね。<laughs> そう,そう、そう、こ、この、あの。なんていうの。手首の付け根までは。つくなそ。それ、ひ、肘、肘じ,じ,じゃない。膝伸びてます、ね。<laughs> 膝伸びてると思うそんなことあるんですねでも私もすごい硬かったんだけど一、はい、回ねこうダンスを踊るお仕事があって、はいうん、その時にあのこれじゃダメだと思って <laughs> 本当もうカクカクなのああ、ね、だからはいあのそこからもう始めたそこそれからずっと毎日かなり長いこと続 けてるんですそうだね続けてるそしたらそこまでにあそうだねその長い期間があっての今かもしれないからあー,あーちょ続けたらきっとやめちゃダメなんですね、うん、そっか頑張ります、うん、ちょっとずつ経過報告していいですかあ、そうだねここで <laughs> 報告ちょっと行けるようになりましたし<て>みたいなぜぜひはいまだ全然月もしないので 地上から結構何センチ地上からのくらい地面ですか地上ここのこのこのくらいあでも結構このくらいとか言って分かんないですよねちょう指くらい指の長さぐらい離れてますねそっかだいぶ硬いですいやでもそこからだったらきっと伸びしろがあるに違いないじゃあきっといつかその手羽先までそうだね